教室とは部屋のことではなく、教室とは生徒がいる場所。それは好奇心の種が芽を出す場所。その芽にたくさんの栄養を与えてくれる場所。なぜ？どうやって？ブラックホールの底には何があるの？そんな心から湧き出る質問ができる場所。教室は世界中にあり、生徒がいる場所のこと。安全な方法で遠隔と対面を組み合わせたハイブリッド授業を実現。それは世界最大規模のデジタル教室。180カ国、1500万人以上の生徒たちが学べるように。そして、すべての人にインクルーシブな学びを実現するために。好奇心と知識の間をつなぐ。